Ready? Oh, okay. This ought to perk you up. Thank you.
Thank you.
Yeah.
you up. That's that point. Let's move out. Ha!
That's that thing. Let's move out. やっぱり君か。あの3人を倒すのは結構大変だと思ったけど、でもレンは信じていたわ。エステルとヨシアがレンのところに来てくれるってね。レン、それでも君は戦うつもりなんだね。どうしようかしら。せっかく約束していたのに、お城で会った時には殺すとこねちゃったし。エステルの態度次第では見逃してあげてもいいわよ。私の態度？簡単なことよ。この間レンに言ったことを取り消すだけでいいわ。レンが結社にいるのが間違ってるって言ってたわよね。あの言葉を取り消すだけでレンはこの場を引いてあげるわ。どう？悪い取引じゃないでしょ。
そんな取引は間違っている。たとえ望んだ言葉を引き出せても本心が違っていたら何の意味も。ヨシア、いいの？ここは私に任せてくれないかな。エステル、わかった。ありがとう。やっとその気になってくれたみたいね。さあ行ってちょうだい。レンが結社にいることは間違ってなんかいないんだって。レン、甘ったれるのもいい加減にしなさいよね。世界はレンを中心に回っているわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。たとえレンがものすごく大きな力を持っていたとしても。あの大きなパテルマテルが助けてくれたとしても、それでも人の心までは自由にはできない。レンに結社にいてほしくないのは確かに私のエゴかもしれない。だから無理強いするつもりはないけど、でもできればレン自身に気づいてほしいと思う。いつでもヨシアみたいに後戻りができるんだって。エステル、そう、せっかくチャンスをあげたのに棒に振っちゃうんだ。食いようのない大バカね。みんなごめん。ひょっとしたら避けられた戦いだったかもしれないけど。謝る必要はないよ。君は僕が言いたいことをあの子に全て伝えてくれた。私もお姉ちゃんの言う通りだと思う。レンちゃんがこのままなんて、そんなの嫌だから。いっちょ気合を入れますか。みんな、気に入らないわ。本当の本当に気に入らない。パテルマテル、リミッターを解除しなさい。出力全開でエステルたちを殲滅するわよ。
in my hands. Yeah, baby.
no more. ゴルディアス級の人形兵器はまだ制御系が不安定らしいからね。関節部分に負荷がかかって作動不能になったのかもしれない。そんな、パテル・マテル、ねえ早く立ち上がって、早くエステルたちを皆殺しにしちゃってよ。何よ、エステルたちの勝ちなんだから、もうどうでもいいじゃない。さっさと端末を解除して上に行っちゃいなさいよ。そっちも大事だけど、後回しにすることにするわ。今はあんたの方が大事だからね。何よ、エステルなんて天のこと何も知らないくせに、どうしてそんなに構ってくるのよ。決まってるじゃない、私がレンのこと好きだからよ。だからこそ私はレンにやっておかなきゃならないことがある。悪いけど軽く行かせてもらうわよ。ブッダ、悪いことをしたらぶたれるのは当たり前よ。
じゃないと他の人の痛みが感じられなくなっちゃうからね。私も小さい頃は父さんに散々原稿もらったんだから。エステルも同じなんだ。痛がってるのに全然やめてくれなかった。でもレンにひどいことした。あの人たちと同じ。同じかどうかはレンが自分で考えてみて。どう？本当にそう思う？わからない。だったらこれならどう？私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。頭がもやもやして、なんだかよくわからないけど、こんな風に抱きしめられるのは嫌いじゃない。一部のアクチュエーターを止めてブースターのみで視線制御して。レン、頭がこんがらがっちゃったから一人でゆっくり考えてみる。エステルたちはこのまま屋上まで登っていけばいい。デーベが待ってるはずよ。そうか、教えてくれてありがとう。大丈夫なの、ヨシは。デーベってば本気で当選もするみたいだけど。でも僕の方ももう覚悟はできているから。だから心配はいらないよ。じゃあレンは行くわね。レンちゃん、レン待って。じゃあね、エステル。それにティータ、レンはもう行くけど、死んだりしたら許さないんだから。これで良かったのかな。うん、大丈夫。いろいろなことが起こりすぎてあの子も混乱してるだけだと思う。すぐには無理だと思うけど、いずれ自分で答えを出せるはずだ。そっか。また会えるといいな。うん、そうね。さてと、気持ちを切り替えなくちゃ。端末を停止させて先に進みましょう。うん、そうだね。あ、そっか、屋上でレーベが待っているって言ってたわね。うん、執行者ナンバー2、検定レオンハルト。執行者たちの中でも一二を争う戦闘力の持ち主だ。
万全の準備をして屋上に向かおう。了解。